やっぱり風と一体になるということですね。これが一番の魅力ですね。実際にパラグライダー触って、でそこで、風を感じるんですね。で普段風を感じない生活なんですけど、そこでは風が主体になるので、多分皆さん怖いと思いますでも怖いんですけど、その怖くない風を少しずつ我々も選んで、でだん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 慣れてくると、お客さんも1時間ぐらいすると慣れてくるので、そうすると今度自分で、あこの風いけそうだとか、だんだんそのすごい短いんですけど、どんどん習得していくんですよ。この目でのは私は面白いです